アッター、または、アッター1は、人では、アッター遺伝子に行動されている酵素である。日本、グサリア RNA 特異的アデノシンデアミナーゼとも、呼ばれる。アッターは日本グサリア RNA に結合し、アデノシンの脱アミノ化によるイノシニエ変換を担う、酵素である。アッターは RNA 結合タンパク質であり、メッセンジャー RNA 転写産物の転写後就職過程において、 RNA 編集によって、ヌクレオチド構成を変化させる機能を持つ。A から I への変換は、正常な A、有体号を破壊し、RNA を不安定化する。イノシンは、構造的にグアノシンに類似しているため、I は C と結合する。翻訳時には、イノシンは、典型的にはグアノシンを模倣する。RNA 編集によるコドンの変化は、 タンパク質のコーディング配列や機能の変化を引き起こす可能性がある。編集部位の大部分は基本薬領域、流要素、ラインなど RNA のノンコーディング領域に存在する。あとは遺伝子の変異は遺伝性体側性色素、異常症やエカルディグティエール症候群と関係している。また、選択的スプライシングによるアイスォームが同定されている。 アターは RNA 編集とは関係ない方法でも、おそらくは他の RNA 結合タンパク質に干渉することによってトランスクリプトームに影響を与える。アターとその遺伝子はブレンダ・ベースとハロルド・ワイントラウブによる研究の結果、1987年に偶然発見された。研究者らはアンチセンス RNA による阻害効果を利用して、 アフリカツメガエルジーナパス・レイビスの肺で重要な役割を果たしている遺伝子を決定する実験を行っていた。アフリカツメガエルのラン母細胞を用いた研究には成功しており、同じプロトコルを肺へ適用したものの肺発生に関する遺伝子を決定することができなかった。この手法がうまくいかなかった理由を理解するため、ラン母細胞と肺の2本腐り RNA の比較を行った。 その結果、発生過程で調節されている何らかの活性によって、肺では RNA、RNA ハイブリッドの変成が起きていることが発見された。1988年、リチャード・ワーグナーらは、肺で生じている活性について、さらなる研究を行った。彼らは、プロテイナーゼ処理後に RNA の巻き戻し活性が見られなくなることから、タンパク質が その活性を担っていることを明らかにした。また、このタンパク質は、ズナに対する特異性があり、ATP を必要としないことも示された。さらに、このタンパク質の活性は完全な、再ハイブリダイゼーションが起こらないようズナを就職するが、完全な変性を引き起こすわけではないことが明らかとなった。最終的に、この RNA の巻き戻しはアデノシンからイノシンへの、 脱網の化によって引き起こされていることが決定された。この就職によって、イノシンとウリジンというミスマッチ塩基体が形成され、ズナの不安定化と巻き戻しが引き起こされていた。アターの RNA に対する作用は、RNA 編集の最も一般的な形式の一つであり、選択的活性と非選択的活性の双方が存在する。 細胞はイノシンをグアノシンとして解釈するため、アターは遺伝子産物のアウトプットの就職と調節を行うことができる。近年、アターが編集活性もしくは RNA 結合機能によってスプライシングの調節因子として機能することも発見された。アターは構成動物の初期段階で全ての真核生物に存在する重要なタンパク質。 アドットから遺伝子重複と図の結合ドメインの負荷によって進化したと考えられている。アターファミリーの遺伝子は、その全歴史を通じて、大部分が保存されている。このことやアターが、現代の門の大部分に存在することからは、アターが、構成動物で、必須の調節遺伝子であることを示している。アターは、構成動物以外の植物、菌類、 エリベンモウムシなどでは発見されていない。哺乳類では、アターファミリーには1から3の3つのタイプが存在する。アター1とアター2は、体中の多くの組織に存在しているが、アター3は、脳にのみ存在する。アター1とアター2は、触媒活性を有することが知られているが、アター3は、不活性であると考えられている。アターには、アター1 p 1 5 0と、 アッター 1P110 という二つのアイソフォームが存在する。アッター 1P110 は通常核にのみ存在し、アタープ150は核と細胞質を往来し、大部分は細胞質に存在する。アッター1とアッター2は多くの共通のドメインを持ち、発現パターン、タンパク質、構造、2本ぐさり RNA という基質要求性も共通であるが、 その変集活性には、差異が存在する。アターは、下水分解的な津波の化による A から I への変換反応を触媒する。嗅覚攻撃には活性化された水分子が利用される。アデノシンの C6 位に、水分子が孵化され、水和中間体からアンモニアが脱離することで、イノシンが形成される。人では、酵素の活性部位は、N 末端の2つから3つのつの結合ドメインと、 C タンの触媒でアミナーゼドメインから構成される。DSRBD は保存された αβ、ββα 型配置からなる。アター1には、Zα、Zβ と呼ばれる ZDNA 結合領域が存在する。アター2とアター3は、アルギニンに富む1本、グサア RNA 結合ドメインを持つ。アター2の結晶構造は解かれている。酵素の活性部位には、 グルタミン酸残機が存在し、水分子と水素結合している。また、ヒスチジンと二つのシステインが亜鉛イオンを配している。亜鉛は、嗅覚的な加水分解による脱アミノ化反応のために、水分子を活性化する。触媒コア内には、イノシトール6リン酸が存在し、アルギニンとリジン残機を安定化している。哺乳類では、 A から IA の変換には、アター1とアター2のホモに両体化が必要であるが、アター3は二両体化しない。RNA の結合に二両体化が必要であるか、インビポでの研究による確定的な結果は得られていない。ズナには結合しないアター1と2の変異体もに両体化を行うことから、二両体化は、タンパク質間相互作用に基づいている可能性が示されている。 アターの機能の研究にはモデル生物が利用されている。ハイスループットな変異導入によって疾患のモデルマウスを作り出し科学者に配布するプロジェクトである国際ノックアウトマウスコンソーシアムプログラムの一環としてアタアトム1オーチと呼ばれるコンディショナルノックアウトマウス系統が作出されている。オスとメスのマウスは標準的な表現型スクリーニングが行われ、 血出の影響が決定された。変異体マウスに対し25の検査が行われ、2つの大きな異常が観察された。妊娠中に、ホモ接合型変異体肺は小水しか同定されず、離乳期まで生存したものはなかった。残りの検査は、ヘテロ接合型の生体マウスに対して行われ、これらの動物では異常は観察されなかった。アッター1は、 変異がエカルディグティエール症候群に寄与する複数の遺伝子の一つである。この遺伝性炎症疾患は主に皮膚と脳に影響を与える。炎症はウイルスを撃退する目的で活性化されるインターフェロン誘導性遺伝子が不適切に活性化されることによって引き起こされる。アダー1の変異や機能喪失はツナの不安定化を防ぎ、その結果体はこれを ウイルス RNA と誤認識し、自己免疫応答が引き起こされる。アッター、ノックアウトマウスの表現型は、Zα ドメインを含む P150 型のアッター1によってレスキューされる。Zα ドメインは、ZDNA と ZRNA の左巻き2本作構造に、特異的に結合するが、P110 アイソフォームにはこのドメインは存在しない。人では、 Zα ドメインの P193A 変異は、エカルディグ TL 症候群の原因であり、両側性線状体へし、ジストニアで見られる重篤な表現型の原因でもある。これらの知見によって、左巻き ZDNA 構造の生物学的役割が確立されている。アッター1は、細胞の HIV 感染を撃退する能力に対し、 有益とも障壁ともなり得ることが研究からは示されている。アッター1タンパク質の発現レベルは HIV 感染時に上昇することが示されており、HIV ゲノムの A を G へ変異させて複製を阻害することが示唆されている。この研究の著者らは、アッター1による HIV ゲノムの変異は一部の場合では、ウイルスに有益な薬剤体制に寄与する変異をもたらす。 可能性もあることも示唆している。肝細胞癌患者由来の資料の研究からは、この疾患では、アター1は高頻度でアップレギュレーションされており、アター2は高頻度でダウンレギュレーションされていることが示されている。肝細胞癌で見られる A から I への編集のパターンの破壊は、これが原因であり、この状況では、アター1は、癌遺伝子、アター2は、 がん抑制遺伝子として機能していると示唆されている。アターの発言の不均衡は、タンパク質、高度領域での A から I への変換の頻度を変化させ、疾患を進行させる変異タンパク質が生じている可能性がある。アター1とアター2の調節以上は、予後の悪さの指標として利用できる可能性がある。肝細胞がんとは、対照的にアター1の喪失が メラノーマの成長と転移に寄与していることがいくつかの研究から示唆されている。アターはミナに作用し、その生合成、安定性、その結合標的に影響を与えることが知られている。アター1はクレブによってダウンレギュレーションされ、ミナへの作用が限定されていることが示唆されている。そうした例の一つがアター1によって編集される。 ミア -455 からコピーである。アターがクレブによってダウンレギュレーションされると未編集のミア -455 からコピーは CPB1 と呼ばれる眼抑制タンパク質をダウンレギュレーションしメラノーマの進行に寄与することがインビポモデルで示されている。アター1の G1007R 変異や他の切り詰められた型のアター1は 遺伝性体側性色素異常症の一部の原因として示唆されている。この疾患は手足の角の色素沈着で特徴付けられ、日本と中国の家族で生じている。アッター1は病原体やウイルスに応答するインターフェロン誘導性タンパク質であり、細胞の免疫経路を補助するの割にかなっている。HCV、プリコン、リンパ球性膜炎ウイルス。 ポリオーマウイルスに対して当てはまるようである。アッター1は他の状況ではウイルスを活性化することが知られている。アッター1による A から IA の編集は、マシンウイルス、インフルエンザウイルス、LCMV、ポリオーマウイルス、D 型肝炎ウイルス、HCV を含む多くのウイルスで見つかっている。これらのうち広く研究が行われているのはわずかであり、その一つがマシンウイルスである。 マシンウイルスを用いて行われた研究では、アター1はウイルスの複製を向上させることが示されている。これは RNA 編集とズナによって活性化される PKR の阻害という2つの異なる機構によって行われている。具体的にはウイルスはズナ依存性経路と高ウイルス経路を選択的に抑制する性の複製因子として、 あった1を利用していると考えられている。ありがとうございます。